こんにちは金田在住の山達です世界一斉通信障害の原因、ロシア疑惑隠蔽企業バイデンがペロシに激怒ということで話をしていきたいと思います。はいえっと、今回なんですが大きく分けて2つの話題を取り上げていきたいと思います。えっと、まず1つ目が7月の18日から世界で一斉に通信障害が発生したということで大騒ぎになっていましたがあの件、ちょっと取り上げておきたいと思います。 ものすごい規模のでかい話をすると、運行不能になった航空会社が出ちゃって空の便が麻痺したとか、あと放送不能になってメディアがあったとか、予約システムがダウンして、あの、新たな患者を受け付けられませんみたいな医療施設が出てきたりとか、あとは電子決済が不可能になったので、えっと、商売にならんっていう店がね、多発したみたいなそういう話があったりとか、めちゃくちゃそのちっちゃい範囲の話をすると、その、今はね、冷蔵庫とかでもなんか、 パネルがついてて、で、ネットに接続していろんなことがリモートでできるみたいな、そういう、ね、なんかハイテク冷蔵庫ってあるんですよね。そのパネル部分の表示が、えっ、ー、と、なんかね、えー、なんか真っ青になっちゃいましたとか、あと電光掲示板、街の中にある電光掲示板が真っ青さおになっちゃいましたみたいな感じとかで、まあ、とにかくその、大きい規模から小さい規模まで様々な影響が出てたんですよね。で、 これ原因はマイクロソフトの OS の Windows がクラウドストライクっていう会社が提供しているセキュリティソフトの更新の際に不具合があったと。でそれでクラッシュしちゃいましたっていうことであのサイバー攻撃ではないというふうにされているんですよね。でえー、と今回皆さんに動画の前半で紹介したいのがこのクラウドストライクって企業名覚えてます これね、あの、まあ、特にトランプ大統領の今までの軌跡を追いかけ続けてる人からすると、これほど、あの、いろいろ、うってなっちゃう企業名ないんですよね。はい。で、えっ、ー、と、今回このクラウドストライクに関してで、あの、これね、2016年のロシア疑惑っていうね、 あの、トランプ大統領とロシアが結託して2016年の大統領選挙を盗もうとしてたっていうあの、大嘘物語。民主党が金にね、ジャブジャブ流して作ったあの、大嘘物語あるじゃないですか。あれに、ロに関わってた会社なんですよ。で、つい先日ね、トランプ大統領暗殺未遂事件なんてことにもなったんですが、もちろんまだ犯人が本当にあの人物なのか、単独犯なのかとか、どういう動機なのかっていうのとか、裏で何かいたんじゃないかとか、この辺はね、正直答えは出てきてませんが、 ま、どちらにせよ一つ言えるのが、あの、また同じようなことが起きてもおかしくないぐらいの空気感っていうのは今アメリカはあるんですよね。で、これは一重に、えっ、ー、と、まあ、民主党と、あとは民主党支持者等で一番でかいのがメディア。メディアとかが、そのトランプはロシアと結託してるんだとか、えっ、ー、と、トランプは国の敵だみたいな、民主主義の脅威だとか、ま、いろいろ言いたい放題8年間言いまくった結果、ああいうことになったわけなんですね。で、その出発点になってんのって、こ,このロシア疑惑だと、 思うんで、すよでこのロシア疑惑っていうのはクラウドストライクが関わってたので、まあ、今回その企業名っていうのが今世界的にまたボンって注目されたので、まあ、せっかくなのでこんなことやってた奴らだぞっていう話をちょっと振り返りを皆さんにしたいと思います。あの、あくまでもそういう振り返りの話なので、こういうことがあったから、今回のこのね、事件の背景になんかあるんじゃないかみたいな話を僕は今回するわけではないので、そこだけはご了承いただけたらというふうに思うんですが、はい。まあ、ひとまずその、 ロシア疑惑にどう関わってたかっていう話ですね。2016年にウィキリークスが民主党内部のメールを公開するっていうことがあって、まあ大騒ぎになったんですね。まあ特にその民主党全国委員会の委員長が大統領選挙イヤーの大統領選挙残り半年切ってますぐらいのタイミングで辞任するっていう、まあ大混乱をきたしたようなものだったんですが、その流出したっていうふうに言われているメールの中に、その民主党上層部が大統領候補にバーニー・サンダースを 選びたくないっていうやり取りが出てたんですよ。で、上層部はもうこのバーニーサンダースっていう。そのえっ、ー、と社会主義者なんですが、こいつのことが大嫌いだったんですね。なんでこいつを何とかして蹴落として代わりにヒラリークリントンを。 大統領候補にするぞと。そういうやりとりがあって、で、実際、例えば CNN と結託して、あの、民主党内の予備選挙の討論会で、えっ、ー、と、ヒラリーには CNN から、その、事前にどういう質問をするのかみたいな、その、質問の内容を送らせてたりとかね、そういうことが、まあ、明らかになっていたんですが、 ま、ひとまずこういうふうに、あの、今年のね、2024年選挙も全く同じなんですよね。その、上層部としてはバイデンで行くぞっていうことで、例えば予備選挙の日程変えたりとか、あと討論会もやりませんっていうふうにして、もうバイデン以外が絶対勝てないような空気感というか制度にして、で、実際バイデンが勝ちましたと。まあ、今はそれでね、なんかバイデン引きずり下ろすぞみたいなわけわからんことあいつらやってるんですが、 もうお望み通りの候補になったんですよね2016年も実はこういうふうにヒラリー・クリントンお望み通りの候補になったっていうことだったのであのその民主党の上層部によって予備選挙の内容結果が影響を与えられるっていうのは今に始まったことではなかったんですね、実はね。 まみたいなことが分かって、で、あの、その民主党の中にもバーニー・サンダース派の支持者たちからもう猛烈な怒りがボーンってなりまして、それであの委員長がね、あの辞任するっていう騒ぎになったんですね。で、えこれをそのあの、元 FBI の長官でロ,マロバート・モラーっていう人がいるんですが、モラーが特別検察官に任命されて、まあ、捜査をすることになったんですね。で、結論としては民主党全国委員会のメールサーバーがハッキングされて、それでメールが流出しましたと。 で、これはロシアのサイバーチームが実行したんだっていう、そういう結論になっているんですが、この結論を出した時の根拠にされたのがクラウドストライクの報告書なんですよ。で、後ほど言いますか、このクラウドストライクの報告書って FBI でさえ、実は内容ちゃんと読めてないんですね。っていう意味不明なことになってるんですが、まあ、それは後ほどお話しするとしまして、とりあえずこういうふうにその、ロシア疑惑、 ヒラリーのメールが流出しま、えっと民主党のメールが流出しました。その犯人はロシアです。 で、え、その、ロシアが犯人ですっていう風に言ってるのは、このクラウドストライクですってことなんですね。で、さらにその、ロシアとそのトランプのつながりっていうのを結びつけるために、一つやられていた工作活動っていうのがあって、えー、と、ウィキリークスとしてはロシアから提供は受けていないっていう風に主張しているんですが、いや、でもこんなことあったじゃんみたいな、そういう空気感にされたのが、あの、ね、FBI の内通者の一人でね、モ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 フ、モサフドだったっけなえー、ちょっと正確な名前忘れちゃいましたが、イギリスのとある教授が、F、 FBI の内通者とししててイギリスでで活動してたんですよでトランプキャンペーンの補佐官にジョージ・パパドポロスって人がいたんですね。でパパドポロスがイギリスで何度もその人と接触をしててかまあその教授からパパドポロスにあなんか話しようぜみたいな感じでバーとかに誘われてなんか2回か3回ぐらいあったってことなんですがそこでその酒の席の場で。 え、そのヒラリー・クリントンが不利になるような情報をロシアが握ってるみたいな話の証言になるような誘導っていうのをめちゃくちゃパパドポルスにやってたってことなんですね。で、それで結局パパドポルスがまあ余裕もあったのかそういうような話のことを 言ったっていう風に FBI 内通者のその教授が FBI に報告した結果、ほれミろトランプキャンペーンの奴らはこのヒラリーのこと知ってたじゃないかと。それはつまり裏でロシアと繋がってたから、このヒラリーのが不利になるようなメールが流出するってこと、あいつらはもともと知ってたんだ、みたいな、そういう物語に使われていたんですね。まあ、ただこれはただただその、そういう内通者みたいなのを使って作られていた物語だったわけなんですが、とりあえずこのトランプ大統領イコールロシアの影響力工作の対象だ、みたいな根拠に、 このクラウドストライクの報告書ってのは使われていたんですね。ところがですね、この <laughs> ハッキング問題っていう一応言われていますが、モラー特別検察官も、そして FBI も初期捜査からのその後の捜査も含めて、裏取り捜査やってないんですよ。このクラウドストライクなんで出てきたかって言ったら、民主党全国委員会が、このクラウドストライクに調査依頼をしたんですね。で、クラウドストライクが、えっと、3種類の報告書を作ったんですが、黒塗りしてある状態のものを FBI に渡してるんですよ。 で、その報告書は一応結論としてはロシアの犯行ですみたいになっていて、そこは黒塗りされていませんと。ただ、じゃあその、えっ、ー、と、結論を出すに至った証拠はっていうそれ黒塗りされてるから、FBI でさえもわかってないんですよ。 で、それを FBI 側が黒塗りないやつよこせよって言ってないのって意味わかんないじゃないですか。だからこの時点で本当におかしな話で、で、こういうようなあからさまに何かを隠蔽しようとしていること。なんで結局もう一回言いますが、そのロシアがメールサーバーハッキングしたっていう根拠になっているのはクラウドストライクの報告書なんですが、その報告書の内容誰もちゃんと読めてないんですよ。 でも、こういう結論になってるっていうね。はい。で、2020年に機密解除された、クラウドストライクの、えっ、ー、と、CEO がですね、2017年12月に、会員情報委員会で議会証言させられていたんですね。で、この場で、ロシアの犯行と断定できないって言ってるんですよ。 で、さらに、経験からロシアが犯人だと考えているっていう風に言ってて、なんかこういうやり口は、まあロシアの奴らが上等手段でやってくるから、だから我々はロシアと思ってるんだ、みたいなことをおそらく報告書で書いたと思うんですが、まあつまりそういう風うに、 なんか,かっこたる証拠っていうものがないっていうのが実はあの報告書の内容だったんですね。ただ黒塗りされてるもんですから、まあ、よくわかんないとってなってくると、この FBI、まあモラーってもともとあのクソみたいなやつなんですが、あのだってね、9.11とかもこいつ隠蔽した人間ですので、えっ、ー、とまあそう考えると隠蔽の達人とも言えるんですが、 ってなると、その根拠もないまま、ロシアの犯行って断定しているわけなんですね。じゃあ結局これ何が真実になったのかって言ったら、一応ね、陰謀論扱いはされていますが、もう100%これだろうって僕も思ってるのは、えっ、ー、と、民主党全国委員会のね、当時のスタッフでセスリッチって人がいたんですね。この人が Wikileaks に情報を流出させたっていうふうに言われてるんですよ。えっ、ー、と、この人、あの、この情報流出があったすぐちょっとしたぐらいで、 ワシントン DC に住んでたんですが、強盗にあってるんですね。で、それで命を落としたって風う,うにされてるんですが、強盗にあったって、なんかそういう公式発表になってるのに、貴重品には手をつけられてないんですよ。 で、犯人不明なんですよ。そんなバカな話あるかいなって話ですよね。で、しかも、あの、このセスリッチなんですが、パソコン2台持ってたらしいんですね。仕事用とプライベート用。で、FBI はその仕事用のパソコンの存在は明かしていたんですが、えっと、そのプライベートの使用パソコンに関しては、押収したことしばらくの間ずっと隠してたんですね。えっと、裁判で情報公開請求やって、で、最初は FBI 持ってませんって言ってたのに、途中でいきなり態度変えて、すいません、やっぱり持ってましたっていう風になって、で、ただ、 その内容を明らかにするのは、我々は、あの、なんか何百年、何十年かかりますみたいな意味不明な回答して、今もね、裁判で思いっきり戦っているんですが、っていうふうに、このセスリッチってね、あの、民主党全国委員会の中でも、バーニー・サンダース派だったんですよ。要はその、えっと、上層部たちが自分が支持している候補者を追い落とそうとしているのを本人目の当たりにしてたんですね。 なので、ウィキリークスに渡したんじゃないかっていう話になってるんですが、まあ、これは今のところ、まあ、死人に口なしっていうふうにも言いますが、えっ、ー、と、まあ、一応現時点では真相は闇の中。ただこの FBI が必死になって隠しているパソコンの内容が出てこれば、 まあ答えは一撃で分かるんじゃないかっていう話なんですがまあひとまずね今回ちょっと皆さんに紹介したかったのがこの世界で大混乱したしクラウドストライクっていう会社はまあこういうことに加担というかもう中心的な存在となってロシア疑惑っていうものを形作っていたそういう会社なんだよっていう話です。ね。よかったらそのこと頭の片隅に今回ね結構注目された企業ですから入れといていただけたらとうう思います。 で、あともう一個が、あの、トランプ大統領のね、暗殺未遂事件があってから3日間は落ち着いていた民主党内のバイデン卸しが再開してるって話をまたちょっと皆さんに紹介しておきたいと思うんですが、あの、今まで徹底してバイデンの老いを隠し続けていた民主党とメディアが今限界を迎えてるんですよね。まあ、なのでまた協力をしまして、次はバイデンのことを隠すんじゃなくて、徹底してその選挙戦撤退要求をするっていう状況なんですが、今一つの サイクルができてるんですよね。えっ、ー、と、メディアがなんかボンって、な、関係者の話によるとっていうことで出す。で、すぐバイデン陣営がそれは誤報であるっていうふうに言う。で、その後また、えっ、ー、と、 何かしらの報道がボンと出る。で、またバイデン陣営がそれは誤報だっていう、その繰り返しが今ずっと続いてるんですよ。で、昨日サブスタックで紹介したんですが、えっ、ー、と、バイデンが撤退決意したっていうね、具体的な報道も出ていたんですよね。これあの、日本語メディアもめちゃくちゃ報じてたんですが、えっ、ー、と、ただ結局これはバイデン陣営が否定していますっていうふうにその、否定をする声明とかインタビューが出るっていう繰り返しの中の一環だったんですが、とりあえずこの撤退決意したって話、どういう話だったのかっていうのを一応ちょっと紹介しておくと、 民主党にね、結構パイプ持ってる人物が、あの、インフルエンサーの中にいるんですが、そのうちの一人が情報源だったんですね。で、彼が言うには、え早ければ日曜日には、えー、もう選挙戦から撤退することを発表すると。で、今そのための、えっ、ー、と、演説の、何、台本を作成している最中であると。 ま、要は明日ですよね。で、えっ、ー、と、大統領は辞任しない。で、カマラ・ハリスの支持声明を出さずに、4人の候補によるオープンコンベンション、まあ、自由投票の党大会を実施して、で、そこで、ま、その、まあ、民主的に選んでる風を出そうと。で、えっ、ー、と、スーパーデリゲイツって言われる、あの、約15%、この、えっ、ー、と、その投票権を持っている、 党員の中の、まあ、これ民主党のね、交換クラスの人々なんですが、そいつらは投票権なしで、まあ、その、何しよう、変な言葉かもしれません。下の方の人たちだけで決める。まあ、それによって、より民主的にやってる感をアピールする。で、少なくとも4人のそのカマラー・ハリスの相方としての副大統領候補の可能性を模索していて、えっ、ー、と、中にはケンタッキー州、ペンシルベニア州知事が含まれていると。まあ、残りの2人はおそらくカリフォルニアとミシガン州の州知事かなというふうに思うんですが、もうこういう話がボンと出て、 もう大騒ぎになったんですねところがすぐにバイデン陣営は否定したし、その普段からそのバイデンのスピーチライターやってる人も、その撤退のためのその台本を作ってることを否定したりとかっていうことで、あの、まあ、すぐ否定されたみたいな話になってて、 まあ一応ね、明日にならないと分かんないって言われたらその通りなんですが、一応現時点では本人たちは否定してるっていう状況なんですね。で、えっ、ー、と、また昨日ね、その後新たに出てきたのが、本当にこの無限ループなんですが、N NBC ニュースがね、えっ、ー、と、関係者の話によると、バイデンファミリーがついに選挙戦撤退に関して議論を始めたと。これはもう、選挙戦を撤退するかどうかじゃなくて、 どのタイミングでそれを発表するのかっていうその具体的な計画の段階の話をし始めている。まあ、特にそのファーストレディのジル・バイデンとか息子のハンター、まあ、このあたりがかなり中心的になって話を進めているんだみたいな話が出たんですが、その後すぐホワイトハウスの報道官で、あの、ベイツって人がいるんですね。この人はあの2020年のバイデンキャンペーンの交換もやっていた、まあ、いわゆるそのバイデンにずっとついてる、あの、側近中の側近の一人なんですが、彼がこれを否定しました。 で、えっ、ー、と、まあ、これがま、またこの後ね、さらに出てくるのが、あの、まあ、明日以降の動画で紹介したいと思いますが、えっ、ー、と、バイデンがまだまだ、えっ、ー、と、やばいかもしれないみたいな話がね、まだ無限に出始めているんですが、まあ、こんな感じの無限ループになってるんですね。で、 えっと、一応、僕としては、正直、バイデンは今のところ撤退する気ないんじゃないのかなって今も思っているんですが、その理由がね、昨日7月19日に民主党2つの緊急会議実施したんですね。これも一応サブスタックでまとめて書いたんですが、あの、簡単にその内容を整理しておくと、えっと、まず一つ目が、バイデンキャンペーンの全スタッフ向けの会議があったんですよ。これでもうね、討論会があってから、 三回目か四回目ぐらいかなの会議なんですが、この場で改めて選挙戦継続を念押しして、その、 えっと、ケーブルニュースとかは、あれは、その、現実世界ではないので、えー、我々はあくまでも有権者が決めた、えー、バイデンで戦い続けるんだという話をしたんですね。で、さらにもう一個が、バイデンキャンペーンの依頼によって、カマラ・ハリスが民主党のメガドナーたちを説得する会議もやってたんですね。で、その場でカマラ・ハリスが、あの、バイデンと共に戦うぞというような話をして、まあ、要はその水面下でもう今、 とてつもない勢いでバイデン殺しのね、風が吹きまくってるわけなんですよね。もう暴風警報出てるレベルなんですが、それを後押ししてるのがメガドナーたちなんですよね。あの人によっては、もしバイデンの撤退要求したら、選挙戦の金出すぞっていう風に金で釣ってるやつも出てきてるんですよ。 っていうぐらい、も今やりたい放題メガドナーがやってるんですが、カマラハリスが一応表に立って、もうやめてくれというふうにお願いをしたんですが、それとは裏腹にまた現職の民主党議員で選挙戦撤退要求の公式声明増え続けてまして、昨日だけでもまた上院議員で2人かな、あの新たに、あの、撤退してくれっていうふうに言ったりとかしていますので、 民主党のライフもほんと続く状態。バイデン側は降りないって言ってるし、ただ周りの,の残りは全員ね、もう出てけ出てけ言うてる状態なんですね。で、こんな中ですね、昨日 CNN が夜に報じて,て、うおおって思ったのが、えー、まあこれももちろんね、あくまでも、えっ、ー、と関係者の話によるとってことなんですが、えっ、ー、とまあ正直信憑性あるなって僕は思ったんですね、状況的に。その、バイデンは今コロナで隔離措置中であると。 で、それと同時に文字通り民主党からも2024年選挙からの撤退を求める呼びかけで、まあ、隔離というか、ま、孤立していると。で、今、バイデンはめちゃくちゃご立腹だと。で、その怒りの方向先どこに向かってるかっつったら、ナンシーペロシに向けられてるって言ってるんですね。というのも、まあ、バイデン本人、またはその側近たちからすると、今その選挙戦撤退の呼びかけしている人の顔ぶれ見ると、 ペロシと近しい奴らめっちゃおるやんけって風になってってことなんですよ。なので、これどう考えてもペロシが裏で糸引いて、あのなんかやってんじゃないかと。で、実際今ね、ペロシがいろんなところでその、もうバイデンをね、強くサポートするとは言わずに、えっ、ー、と、まあ、ね、何かしらちゃんと決めた方がいいとか、バイデンどんだけわし頑張るっていう風に言っても、ペロシは、あの、あなたは今真剣に考え直すときなのよ,よ、みたいなことを言ってるんですよね。あの、ちなみにペロシのがバイデンより年上ですからね。だから、あの、バイデンからしたら、おいこらババアお前、 何を言っっててんだみたいなな感じになってんのかもしれまあひとまずこんな感じであの今どうやら民主党の中のそのペロシって本当言うならおつぼ壺ね様じゃないですかトップクラスの権力者なんですがそれとバイデンがもしかしたら対立しているかもしれないとでバイデンは本当に今やる気満々で今日アクシオスが報道したところによるとえっとコロナの隔離措置が明けた瞬間にもうジョージアとテキサス州に行きたいと。 で、そこで選挙イベントをやって、撤退要求している連中たちが間違ってるってことを、わしは証明するんだみたいな、そういう手はずを今、整え始めてるっていうことなんですが、僕、これ多分ね、自爆する気しかしないんですよね。多分またそのね、テレプロンプターに頼るえ、何かしらの演説を、ああいうなんか覚醒剤系みたいな興奮剤使って、なんかものすごいハイになった状態でやって、あの、なんだろうな、もう、ね、その感情の起伏がとんでもないことになっているような選挙演説をやりつつ、え かつ何言ってんのかわからんみたいなことになるのがなんとなく目に見えてきているんですけれどもひとまずこんな感じでえ民主党内内紛はまだまだ続いてますよということで終わりたいと思いますということで最後までご視聴ありがとうございましたえ最後はですね昨日ねあの夜にですねあのタヌキくんにあの僕の T シャツをねパサってかけたんですねで猫ってねあのシャツとかを上にかけられると習性なのか知りませんが えっと、前見えなくなったら、後ろにバックしていく習性があるんですよ。で、えー、パサってかけたら、真後ろにこのティーピーっていうね、あの、なんかそういうテントみたいなやつがあって、その中に見事に収納されてたんですね。<laughs> で、これで、何事だみたいな感じでね、ジャガー君とデブちゃんがやってきてっていう。で、それで、抜け出す瞬間ですね、もう二人ともめちゃめちゃイカ耳になって、ほんと何な、なんだなんだみたいな感じになってますが、はい。そんな、あの、タヌキ君が可愛かったっていう話で終わって彼をしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼い,いたします。